阪神高速3号神戸線は、大阪府大阪市西区の阿波座ジャンクションから、兵庫県神戸市須磨区の第二新米道路へ至る、阪神高速道路の路線。天ヶ崎東真屋間は、国道43号と、麻屋上谷間は、国道2号と並走する。また、エビー大西田川間は、阪神本線に、ほぼ隣接した区間を通っている。以前は、 大阪方面から3号神戸線で、神戸市内に入ると、案内標識の最終方面に、第二神名と表示してあったが、現在は、姫路に変更されている。大阪市内、神戸市内にそれぞれ、淡沢カーブ、若宮カーブと呼ばれる旧カーブがある。前後区間は、事故多発地帯として著名である。西宮市の、いわゆる、宮水地帯では、宮水の水質維持のために、 橋脚の間隔が極めて広く取られており、水質保全がなされている。阪神高速の道路情報ラジオの冒頭は、こちらは阪神高速路側です。午前時分現在の道路情報をお知らせします。と放送される。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成阪神高速神戸線は、大阪と神戸間を結んでいる関係上、 平日休日問わず前線を通して交通量が非常に多く渋滞が激しい。特に西行きは幾田川を先頭に非常に長い渋滞が起きやすく、東行きは深江山屋を先頭にした渋滞が日常化している。十数キロの発生が日常茶飯事で日本一長い渋滞が発生する都市高速とも言われている。阪神。 淡路大震災による高架橋の崩壊3号神戸線は1995年1月17日の阪神・淡路大震災によって神戸市東名田区の深江出入り口付近の区間で橋脚が500メートルにわたり山側へ倒壊するなど兵庫県内の区間において甚大な被害を出したことで知られる思考不良が疑われたが原因究明よりも1日も早い復旧が 優先された結果、沿線への公害の問題も含めて根本的な問題解決がなされていないという指摘がある。全面復旧は1996年9月30日であった。3号神戸線が倒壊している写真は震災当時の被害の甚大さを表す写真の中でも最も有名な写真の一つである。国道43号問題と合わせた道路公害問題解決のために 公害等調整委員会の圧線に基づき、5号湾岸線を利用する大型車の料金を200円割引することで、大型車の湾岸線への移行を促進するロードプライシングが施行された。しかし湾岸線の神戸側が未完成であることや、割引が魅力的でなかったことなどにより、見るべき成果は得られなかった。また、兵庫県の 環境の保全と創造に関する条例によって行われている大型車の排出ガス規制では、3号、神戸線も兵庫県、堺間や出入り口間で規制対象となっており、規制対象の車両は通過もできないため、5号湾岸線もしくは中国自動車道に迂回する必要がある。京橋出入り口異性は交通集中率が非常に高く、なおかつ車線が少ないために渋滞が頻発している。 7号北神戸線、31号、神戸山手線などの延伸で行く分は改善はされた。2016年度には大阪湾岸道路、西新部が事業化され、開通時には3号神戸線の渋滞緩和が見込まれている。AB 交通新聞、P3、騒音対策の作業も開始半身高速、復旧工事。交通新聞、P3、ABC、 阪神高速9月30日、開通被災地交通網が全面開通へ。交通新聞 P5 阪神高速が全面復旧。交通新聞 P13 号神戸線終日通行止めによるフレッシュアップ工事リーフレット。阪神高速道路株式会社。2016年11月3日閲覧。3月19日、天ヶ崎パーキングエリア。 南足谷浜 PA を新たに同時オープンします。阪神高速道路株式会社。2019年2月21日閲覧。兵庫県高速道路交通警察隊、管轄路線図、令和2年度全国道路、街路交通情勢調査の延期について。国土交通省道路局。2021年5月10日閲覧。連載欠陥道路の行方。 震災下の43号沿線。神戸新聞社。2009年11月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年8月6日閲覧。運行規制地域地図兵庫県。2017年10月9日、閲覧。ディーゼル車運行規制のよくある質問兵庫県。農政環境部環境管理局水待機課待機班。2017年10月9日、閲覧。 湾岸道路、西新部。国土交通省兵庫国道事務所、2016年11月3日閲覧、ありがとうございます。